すそのうち公開するぞいやでもなんかそういう人になりたくないな今さ安いから別にさ気になってないけどさこれが例えばさ万が一さすごい人気になってさ100万とか200万になった時になんだよ畜生俺がやってんのに半分取られなきゃいけねえんだよってなったら俺はもう終わりだろうなどっちにしろ人気出ねえそんなやつだって今こんだけ散々全部送り迎えしてもらって朝まで起こしてもらってさ名古屋行く時も全部行き帰り車でさ飯も食わしてもらってるっていう恩義を無視して いや、それはもう人として最低だな。もう、そしたらもう俺のこと見、見放していいわ。そんな奴俺嫌いだわ。<laughs> そう。俺、大して人気もないのに、今、はっきり言って日本で一番大事にされてるから。<laughs> ものすごいスターだから、本当に。ダウンタウンクラスの待遇受けてるよ、マジで。本当に。俺、<laughs> いつも30分前に俺の近くの <laughs>、ちょっと待って俺、俺改めます、みんな。ちょっと来週は、俺、電車で行くわ。 改める。30分前に俺の近くに来て、じゅんちゃん、着いたよーって、あ、わかりましたーって、そっから風呂入り始めて、ウィーッっみたいな感じで。俺、ダメだわ。俺、それが当たり前だと、ダメだわ。ダメ。人間国宝みたいな扱い受けてるから。 レッドカーペット歩いてるみたいな。<laughs> そういうことなんだろうなで。で、でもね、はめてくんの。で、いや、俺、本当にどうかしてるんですよね。いやー、でもね、そうでなくちゃダメだよ。つって。言ってくの、乗せてくんの。ジャルさんが。いやー、そうでなくようやくそこまで来たかと思ってるよ、俺は。つって。もう、あれ、もう、他の、朝起きるとか、何て言うの、ん 電車に乗るとかいうっていうパワーはもうゼロでいいもう放送だけにドーンって100出せるよう、ね、にその他のことは全部俺がやるから放送で100出してくれつもつっ分かりやすくない何にもできなくていい生放送の時だけできれば生放送だけパワーが出せる以外何も求めないっつか <laughs> りましたつって仲いいよ結構。 んやかんやで。あと何が、あんまりさ、自分所話すとかしたくねえんだけどさ、俺。一個有能だなって思うところがあって、俺の個人配信にマジで口出さないってところが、なんか口出さないってさ、すごい難しいことじゃない自分にさ、置き換えてみてもさ、部下とかがさ、いてさ、うわ、これ、いずれはできるようになるだろうけど、口挟みてーって乗ってさ、めっちゃあるじゃん でもマジで何も言ってこないのねそれはホントすごいと思うわそれはマジでそこだけはホントにかけがえのないものだなっていや見て見てる毎回見てるよたまに LINE 送ってくるもツボの時とか「いいね今日の配信は」みたいな珍しく LINE 送ってきてたよ多分今のこの配信も聞いてると思うよ毎回チェックしてるわ多分 チェックはしてると思う。今絶対見てるよ。俺やっぱさ、周りからとやかく言われるの好きじゃないじゃん。それが嫌でニコ生やってんのにさ、そこを尊重してくれるっていうんだ。だから俺の視聴者も感謝してる部分はそこだよね。なんかガチャガチャ言ってくるけど、でこれやってくれよってさだらってたら、だだ、こねたとしてもそんな大きくないじゃん。で、やりたくねえしやりたくねえみたいな。 それでいいんだよ。それで。やだやだみたいな。そう、あと企業案件基本的に YouTube で受けてないからね。でもなんかちょっと数字増えてきたら、なんか受けてみようかなと思うけど。今まで全部断ってきてるけど、なんか一回やってみようかなっていう。